皆さんおはようございます、ピッポです。今回はアイコンパック5連続開封していきたいと思います。まずはこちらのパックで、ベースアイコン1枚出てくるってことで、これを2回引きます。そして今 SBC でベースアイコンアップグレード来てますので、こちらなんと3回引けます。こちら3つ作って引いていこうと思います。要求は86と87ですね。やっとねアイコンパックにレート制限がなくなったので、 R9、クライフ、ニアハムさんあたり引いていきたいなといったところですね。あとロナウジーノだったりか、前作 FIFA23 ちゃんと実績ありまして、なんとねアイコンパックで R9 引いちゃってるんですよね。ということで今年もね R9 引いていきたいなと思います。まずはこちらのパックから引いていきましょう。確率はこんな感じ。最大90のベースアイコン1枚出てきますと。はい、フランス、右ウィング、バイエル。お、コマンからの裏に来るのか。おう、最初はこんなもんですね。このパックラストいきましょう。お願いします。ポルトガル、CM シティ、ポルトガル CM シティ、あ、ベルナードシバまた来たからの、これはセードルフさんですね。昨日溶かしちゃったセードルフさん、またやってきました。ガッドゥーゾ、セードルフ、ミランの縁を感じますね。ってことはこれフリッときますね。はい、ジルー。こっちのアイコンパックじゃなくて、こっちのヒーローもちょっと一回挟もうかなと思います。こっちの方がねレート90以上の確率が高いので、先にこっちを引いちゃおうかな。ってことでこれは86以上のヒーロー2名なんで、ジノラお願いします。フランス、 ST ゴブ、ゴブからの、ゴブはありだよ。ジノラ来い、ジノラ。違う、誰、キングか。ということでベースアイコンパック3つできたので引いていきましょう。頼む、マジでねスキル5のアタッカーが欲しいので、カントナでもいいしカカでもいい、なんならお願いします。ブラジル、フランス、オランダ、クロアチアは確定演出。マジか。2パック目いきましょう。マジでカントナでいい、カントナで。フランス、ガーナ、エッシェンか。これはまあまあありだな。よしよしよし、30万ぐらいしますからね。使うか使わないかで言われたら、ちょっと今作のトレンドではないけどね、ありだな。センターバックとかで使いたいはい、パック引きながら作ったんで50分ぐらいかかったんですけど、引くの一瞬で終わっちゃいますね。ちょっと最後はせっかくなんで、いつもの例のごとくちょっと隠してやりましょう。世界旅行で最後は締めたいと思います。ブラジル、オランダ、しまえたんでかぶりではなさそう。国で相当かけていきますと。ルーマニアってもういないんだっけ、一応見よう。あ、いたわ。これこの前もやったな、このくだり。ロシア、野心はあり。メキシコ、メキシコはなし。よし、プシュカッシュ、まあありだな。チェコはやめてくれ。よし、デンマークはシュマイケルがいるけど、こうなるよな。スコットランド、ダルグリッシュ、スウェーデンマジやめてくれ。ラーション、よしよし。セルビア、ビディッチもなし。よし、いやー緊張するなこれ。クロアチア、シューケルはさっき引いたからいると。ジョージベストは全然ありだな。
いない。エトーも大当たりです。ドログバ、ガーナはエッシェンがいると。アイルランド、マジやめてくれやめてくれ、危ない。ウクライナもやめてくれ、危ない。さあウェールズ、やめろ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 、よしよしよし。さあということでトップ9の国にやってまいりました。こっから探していきましょう。スペインはねめちゃくちゃレンタル持ってるんで焦らず。カシージャス、シャビ、全員レンタルですね。 OK。 ポルトガル、フィーゴ、エウゼビオ、エウゼビオ、フィーゴ。イタリアもちょっときついな。マルディーニだったらありだけど、ゾラかマルディーニかザンブロッタだったら嬉しい。お願いします。ガッドゥーゾはちなみにいる。これもレンタルだらけで OK ですと。オランダは当たり外れが多すぎますね。フリットとクライフはすげえ嬉しい。行きましょう。緊張してきた。セイドルフは持ってる。で、レンタル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 、OK。ドイツはシュバインシュタイガー持ってますと。行きましょう。シュバインシュタイガー持ってるよ。OK、レンタル、レンタル、レンタル。よしよしよし。あー、めっちゃ緊張してきた。フランス、ビエラ、カントナ、リベリーは嬉しい。あと誰かいたっけ、フランス。行きましょう。デサイでもいいな。ピレスは持ってる。いない。マジ、うわ、イングランド、スコールズが残ってる。でキャンベルも溶かしたんで、キャンベルいてもアウトだ。行きましょう。緊張できた、やばい。セーフ。次、先にアルゼンチン行きます。ベロン、クレスポ、マジやめてくれ、マジやめてくれ、危ない。ってことはブラジルか。本当に行きますよ。あれ、カカは買ってあるから違う。どっか俺漏れてる。ポルトガルはどっか漏れてんな、これ。あれ？こちらで見ましょうか。誰が、あ、日本忘れた。やったー。やば。日本人、日本国旗を忘れていました。差は超嬉しいんだけど。僕使いましたからね、一回。やったー。超嬉しい、これ。いいんですか、沢さん引いちゃって、イエーイ。ってことでちょっと、本当だ、沢がいる。ちょっと見ましょうか、これを見ましょう。ということで沢さんのウィニングランです。日本 CM。これいいじゃん、めっちゃ。これはね、使う。大当たりでしょ、こんなの。ということで、今回の引きは、ガットゥーゾ、セイドルフ、シュケル、エッシン、サワ、ホマレでした。サワ引いたのは、かなりでかいな。これは、ボランチまたはトップ下で使っていきたいと思います。皆さんもね、アイコンパック引くと思うので、よかったら何引いたか教えてください。これ3つも引く必要ないと思うんでね、1回引いて、ダメそうだったら、撤退するのがいいんじゃないかな。でも僕はね、これ3回引いて差は引きましたからね、諦めないのも大事かもしれません。ということで皆さん、次回の動画でお会いしましょう。では。